じゃあ私が誰だかわかるわね。あら、それはよかった。どうやら記憶は運がいいわよ。もし今回の爆発規模がもっと大きかったら、あなた一緒に吹き飛ばさっ。あら、気になるの？よろしい。あなたのこれからの任務は、で、安心しなさい。ラタトスクの総力をもって、あなたの任務は、精霊とな、最後はキスで力を封印すればいいの。あら、疑う、私だって、何の根拠もなくこんなことを言っているわけじゃない。よろしい。違法よ。ええ。出現予測地点はちょうど学校ね。早速働いてもらうわ。準備なさい。お前は何者だ。これだと思う選択肢を選びなさい。5秒以内、早く。これが最後だ。答える気がないのなら敵と判断する。動くな。では聞くが、私を殺すつもりがないのなら。また選択肢ね。早く。私に？やっぱりかなり警戒心が強いわね。なんだ、言えないのか。お前は理由もなく私の元に現れたと。それとも冗談はいらない。どういう意味だ。本当に本当の本当か。本当の本当の本当。識別コード A0613。 準備はできているぞ。私は何をすればいい。
を言っている。お前から誘ったのだろ。何、まさか昨日の言葉は嘘だというのか。そうか、それよりも大事なのはデートだ。デートデートデート、早く。別にいつも通りだ。と最後は私の体が自然と消えてし、うむ、このもういいだろう。この話はしまいだ。何、ではどうしろというのだ。どんな服ならばいいのだ。それだけ教えろ。仕方ない。では服は自前でなんとかするか。霊装を解除して新しく服をこしらえた。死人情報だけだから細部は異なっているかもしれないが、まあ問題ないだろう。私の人間すべてが奴らの手のもので、ま、いや、お前はあれだ、きっと親兄弟を人質に取られて脅されているのだ。うん、私にとって今日は非常に有意義な一日だった。 AST とやらの考えも少しだけ、私はやはり私はいない方がいいな。
不定期に存在がこ、そんなことが可能なはずは。だが、ごちゃごちゃ言ってないで。これはチャンスよ。キス?キスとはなんだ？デートと同じ。本当か？私はこの世界に対して知らないことが多すぎる。寝床や食べるものだって必要になる。予想外の事態。本当にこの世界にいてもいいのか？私を肯定してくれるのはきっとお前だけだぞ。 ASD や他の人間だってそうは思わないに決まっている。